前田大然の奥さんは元チアリーダーで、奥さんが写っているポスターで一目惚れしたのがきっかけ。親バカの前田は娘のためにアンパンマンのボールパフォーマンスをするようになった。やんちゃだった前田は高校時代、サッカー部員をいじめたとして1年間部活参加禁止になった。その期間中の前田は真面目にパン屋でバイトしていた。若干ふけている前田はサポーターとチームメイトに年齢詐称を疑われた。スキンヘッドの前田は田中碧と日本サッカー協会に一人だけ頭にタグ付けしてインスタグラムに投稿された。そんな前田は仕返しとして田中碧の股間部分にタグ付けして写真を投稿した。